今日はですね、重陽祭ということで、こちら広島護国神社で神楽とコンサート夜まで行う予定になっております。皆さん時間の許す限りですね、この演奏、神楽、そして周りの屋台なども楽しんで行っていただけたらと思っております。私、篠笛神楽部演奏者の秋吉沙羅と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の出身はここ広島でございまして、今は東京拠点に、国内外で活動をさせていただいております。そして今日一緒に演奏してくださるのは、東京からやってきてくださいました、日本を代表する、ギタリストであります木戸夏樹さんです。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。はい、今一番最初にお届けしましたのは颯でした。私実は2021年コロナ禍だったんですけれども、CD アルバムを制作いたしまして、その中に、入れた楽曲「しの、忍び」っていうアルバムを出したんですけれども、その中から颯お届けいたしました。今日はなんか外国のお客様もたくさんなんか来て、一生懸命さっきから見てくださっています。Thank you for coming today. We have a concert and a Kagura festival here. So please enjoy. And then after this concert, we'll see the Kagura. This is one of Japanese traditional art. So this is very, very beautiful and very nice. So you have to see. So the Kagura will start 4 o'clock. So please watch it.というわけで、外国の お客様もぜひお楽しみください。それでは続きまして、皆さんがご存知のちょっと秋を感じる曲をお届けしたいと思います。私、童謡とか唱歌演奏するの大好きなんですけれども、続きましてお届けするのは里の秋です。なんかね、この曲を聴くと本当にこう戦争の時がね、こう音さん待ってるよってこの歌詞が胸を締め付ける感じがするんですけど、今日はそちらになんかね、銅像もあったりなんかして、あの銅像のこう世界観がまさにその里の秋なんじゃないかなって私は思い、今日この曲を演奏したいなと思っております。それではお聴きください。